ある時鳥は昔からのリスナーである住職に撮影を頼まれたことがあった。その映像には得体の知れない何かが映っていた。今年に入り数回その場所の許可を取るが、当の住職がマイペースすぎてほとんどがスルーされてしまう。今回運よく撮影に来た鳥はあの時と同じ状況を作り出す。メインカメラ1台、トレイルカメラ1台、照明1台、これを車に設置し車内で待つことに。画角が一切変わらない車内撮影で、撮っている本人もやることがなく挙動不審が加速する中、何かを目にする。気がついたら目の前にいた、それはどこから現れたのかと同時に、トレイルカメラの映像は一切録画されていなかった。次回その夜の鳥489夜、続住職のざれ言と訪ねてくる幽霊。君はまだその夜の鳥を知らない。